ハトバスの車内でバスジャックが発生した想定で、警視庁公安部がテロ対処訓練を行いました。訓練には女優の桜庭菜々美さんも登場しました。150メートルの、お客、今から大森駅へ向かえ。お客様どうされました。ほら、爆弾も持ってんだよ。この訓練は海外で大型車両を暴走させるテロが相次いでいることから、東京大田区のハトバス本社で警視庁公安部が行ったものです。バスを乗っ取った男にバスガイドがマニュアルに沿った対応をしながら警視庁に通報し、男が投降するまでの流れを確認しました。訓練終了後にはテロ防止ポスターのモデルを務める桜庭菜々美さんが挨拶しました。ハトバスに乗るお客さんが楽しく幸せな時間を過ごしていると思います。そういった方がテロに巻き込められないように、私も少しでもテロ防止に協力できたらなと思います。